僕3年前軍隊で日本のお菓子を食べながら泣きました。これを食べて泣きました。皆さんこんにちは、散歩です。今日は昔の話をしなければならないです。僕がこの日本のお菓子を食べた時がこんな状況でした。軍隊に入隊したら1ヶ月ぐらい訓練所に行きます。ここで訓練を受けてみんな他の部隊に行きます。この期間には、ね、TS という軍隊の的も行くことができないです。もちろん箱ももちろん手柄も、あ、手柄は1回ぐらいできますよね。強制期間、僕は正直軍隊の生活より訓練所の1ヶ月が苦しかったです。外国の男性はみんな共感するけど、はい、軍隊ではチョコパイ、チョコパイ。これは量が多いかも。この時本当に甘いお菓子がすごく食べたかったけど、軍隊でたまにこのチョコパイをくれる時、チョコパイを食べながら泣きました。美味しい。これは僕が軍人じゃなかった時いつでも食べられるお菓子だったけど、これすごく美味しいね。みんなこうしながらチョコパイを食べました。僕1ヶ月の訓練が終わって他の部隊に行ったんですけれども、その部隊でチョコパイを2箱食べました。韓国人男性、あと僕にはこのチョコパイ、思い出のお菓子です。しかし軍隊を状態して軍人の時チョコパイたくさん食べたので、この後はチョコパイ、あー、まあ見たくない。だから日本に旅行中華移住来た時、日本で1年間生活した時、日本のチョコパイは食べたことないですよね。なんか急に軍隊の思い出が思い出して、チョコパイ久しぶりに食べてみようかと思って買ってみました。韓国では普通のチョコパイ、あ、もちろんその時本当に人気だったんですけれども、もっと人気なやつがあります。モンシェルっていうチョコパイ、あの普通の韓国のチョコパイはパンの中にマシュメロが入っているやつだけど、あのモンシェルっていうそのチョコパイはその中にクリームが入っているやつだから、普通のチョコパイじゃなくてあのクリームが入っているやつ、それをもらったら本当にみんな、はあ、もったいね、半分食べて明日夜食べよう、はあ、こんな感じだったです。え、あー、やっぱ優しいさ。味が違うの？違うんですか？韓国のチョコパイと味が違うだろうかな。日本のチョコパイはこの中にクリームかマシュメロか。熱くなりました。甘いもの食べたらここが熱くなる。これクリームだ。わ、普通のチョコパイは僕、まあ、今はあんま食べないけど、これ中にクリームが入ってるあのモンシェルっていうそのチョコパイは今もよく食べたんです。これなぜ軍人だった時は美味しかったのかな。今も美味しいけど、その時は今のなんか100倍1000倍ぐらい、はあ、もう死んでもいい、こんな感じだったです。あ、軍人だった時のモノマネしてみます。その時はこうしなかったら怒られました。これをくれたらありがとうございます。あ、あ、あ、韓国語か、감사합니다。みんな今食べて後で食べちゃダメとか言うけど、もったいなくてこっそりテーブルの下とかに置いて、みんなが寝てる時とかこっそり、他の人は朝ごはん食べた後これぐらい食べて、残ったやつは昼ごはん食べた後、あと残ったやつは夜ごはん食べた後。チョコパイ美味しいだけど、軍隊で食べたあのチョコパイが一番最高だったな。今はこれいつでも食べられるから。韓国のチョコパイとあんま味が変わらないけど、今なんか昔のことを思い出して気分が少しおかしいな。これがあります、韓国で。今小さい地震だ。今小さい地震。え、待って。え、今小さい地震。なんか最近大きな地震があったんですよね。ああ、びっくりした。僕、韓国では地震とか経験したこともないし、日本に来た時、小さな地震は感じたんですけれども、まあ、3日前か、東京は10年ぶりに大きな地震があったんでしょ？その時は本当に僕も怖かったです。今家は、はい、ぬいぐるみが、はい。みんな地震とか気をつけましょう。うん。